今日のミオンさん、徹底的に変ですわね。一部始終を知ってはいるんだが、なんとも説明しづらい。女の子には不安定になる時もあるのです。放っておいてあげるのが一番なのですよ。ケイチ君、こっちこっち。なんだよ、こんなとこに呼んで。内緒話か？その災難だったみたいだね。みーちゃんかなり壊れてたけど、なんとか直しておいたから。よく直せたな。一体どうやって？テレビと同じ斜め45度くらいの角度で、えいえいって。明日からは大丈夫だから。だけど、ケイチ君にもお願いしたいことがあるの。悪気はないんだが、なぜか罪の意識もある。何でも聞くぞ。助かる。みーちゃんはね、昨日までの数日間のこと、なかったことにするから。だからね。ケイチ君もなかったことにしてあげて。それでみーちゃんいつも通りだから。そんな簡単なことで本当に大丈夫なのか？お願いだから、みーちゃんの心の整理がつくまでそっとしておいてあげてよ。わかったよ。でも、ケイチ君も分かったでしょ？みーちゃんにも可愛いところがあるんだって。ああ、退屈しないやつだということが分かった。よかった。ケイチ君がそれに気づいてくれれば、この数日間の出来事は、すぐに笑い話になるんだよ。今日は部活も何もなし。今日だけは申し訳ないけど、ケイチ君、下校は一人でいいかな。明日からは元通りだから、今日だけね。わかったよ。ミオンに面と向かって言えないから、レナに言っとく。なんだか申し訳ないな。謝る。元はといえば、ケイチ君が無神経なことを言うからいけなかったんだよね。これに懲りて、少しはデリカシーってものを身につけるんだよ。へいへい、努力します。ケイチもミーもいっぱいいっぱいお勉強しましたですね。きっとケイチは素敵な大人になれますですよ。なでなで。
リカちゃんはお勉強家だから、すごい素敵な大人になれそうだな。もちろんなのですよ。僕は大人になったら、すごいすごいのです。あら、私も大人になったらすごいレディーになるんですのよ。サトコはいくつになってもお子様だと思うぞ。かけてもいい。なんですって?いってぇ、何しやがんだ、サトコ。リカちゃんはどんな調子？練習はバッチリ？去年よりは頑張りますです。去年は終わった後、ヘトヘトの汗だらけだったんだよね。今年はもっともっと様になってますわよ。特訓の成果、ご期待遊ばせですの。僕たちは失礼しますです。明日を楽しみになさいませ。それではごきげんようですわ。そういえば聞いてなかったんだけど、祭り会場ってどこなんだ？この辺って祭りのできそうな場所なんてあったっけ？古出神社でやるんだよ。ほら、以前にみんなでお散歩した時に行ったでしょ。あの見晴らしの良かったところ。神社には立派な集会所とかもあって、老人会のカラオケとか習字サークルの会合とかを時々やってるからね。単なる神社というよりは公共施設のような雰囲気だね。なるほどね。それなら立派なのも納得かな。みーちゃんちも今日の設営にはお手伝いに行くの？うん、男手がいるからね。町から親類が大勢手伝いに来るよ。俺みたいのが飛び入りで参加するとかえって邪魔になるか？ケイちゃん、手伝いに来てくれるの？迷惑なら行かねえよ。単なる興味だからさ。ケイチ君頑張れるかな。テントを立てたり、パイプ椅子を並べたり、結構重労働って聞いてるよ。別に俺一人でやるわけじゃないだろ。みんなでやればきっと早いぜ。じゃあ決定だね。行ってきなよ、ケイチ君。みーちゃんは
ビシビシこき使ってあげてね。レナの推薦じゃ仕方ないな。じゃあさ、帰ったらラフな格好で神社に来なよ。汗拭き用のタオルもあるといいかもね。よし来た。俺こう見えても太陽の下で汗をかくの嫌いじゃないんだぜ。せいぜい腰を痛めないようにね。じゃあおじさんはこの辺で、私も着替えたらすぐに神社に行くから。みーちゃんも頑張ってね。バイバイ。女の子は切り替えが早いんだから、もうみーちゃんも大丈夫だよ。うん、あれだけ綺麗に切り替えてくれるとこっちも実に合わせやすい。でも面白かったでしょ。シンデレラみたいっていうのかな、魔法が解けたらもう会えないってところが。そんなに面白いならレナももう一人の自分を演じればいいじゃないか。面白そうだね。じゃあケイチ君はどんなレナに会いたいかな。アイドル真っ青のルックスと、俺の言うこと何でも確実に聞く器量よしで頼む。そんなの無理。料理上手でお昼のお弁当を作ってくれて、朝は迎えに来てくれて。それいつもやってる。リュウグウレナなんだろ。レイナじゃなくてレナだから。レナはいつまでもレナのまんまでいろ。ありがとう。お祭りのお手伝い頑張ってね。おう、明日祭りで会おうな。前原君であるか。関心である。綿流しの準備のお手伝いに来たのかね。え、ああどうも。何かお手伝いできないかなって思いまして。殊勝な心がけである。存分に汗を流すがよいぞ。ガッハハハハハ。ありゃ、前原の兄ちゃんじゃねえの。ひょっとして手伝いに来たのかい。おっす、手伝いに来ました。よろしくお願いします。若いのは元気があっていいね。ほら、軍手つけて。テントは組んだことあるかい。いえ、初めてっす。じゃあ兄ちゃんは天幕の内側に入って天骨の紐だけ結んで、結んだら足を立てて残りの紐も結ぶからな。蝶々結びでいいんですよね。よいしょよいしょ。結んだか。立てるぞ。いっせーの。ほれほれ、感動してる場合じゃないぞ。まだまだたくさんあるんだからな。
トラックにテントを積んであるからここまで持ってきな。重いから二人でやれよ。大丈夫っすよ。俺こう見えても結構力あるんすから。どっ、だから二人で運べって言ったろ。ほれほれ。ほら、一番若いんだから汗しないとダメだぞ。頑張れ頑張れ。終わった後のビールがうまいぞ。あの、俺未成年だし。若いからね、担当のみ。あ、ありがとうございます。リカちゃんか？おい、リカちゃん、頑張れよ。リカちゃまも頑張るな。去年に比べるとだいぶ板についてきたみたいだしな。リカ様、ありがたや、ありがたや。そうだよ、リカちゃまのフルデ一族は代々大社様をお祭りする由緒正しい一族なんだよ。一昨年神主様だったお父さんが亡くなられてからはああやって頑張って祭事を引き継いでおるんだよ。この立派になった姿、神主様に見せたかったの。え、リカちゃんのお父さんってお亡くなりになったんですか？よし、休憩終わり。次は使わないパイプ椅子を沖昌の体育館に戻しちゃおっか。マーキさん、刑を回して何人か連れてってよ。じゃあ前原君、最後にもう一働きしようか。もう頑張れよ。ビールがうまいぞ。ちゃんお疲れ様。はい、麦茶です。お、気が利くな。サンキュー。
お前は。どうも、シオンです。気が利いているのはシオンの方、聞いてないのがミオンの方ですので、お間違いなきよう。シオン、てめえ、ここで会ったが100年目。ケイちゃんが勝手に勘違いしたんですよ。私は初めからシオンとしか名乗ってませんし。それを言われると弱い。そうそう、お姉にすらかなわないケイちゃんが私にかなうわけないんですからね。それより麦茶、ぬるくなっちゃいますよ。うん、もう機嫌直してください。だからこれ、仲直りの麦茶ってことで。今度はどっちだ、本物のミオンか。シオン、あが、なんでまたケイちゃんと一緒にいるわけ。お姉と違って私は気配りとかできるタイプですから、汗だくになってたケイちゃんを放っておけなくて麦茶を持ってきたわけです。ところで、お姉はなんで麦茶を2つも持ってるんですか。大雑把で自分さえ良ければいいお姉が、クラスメートの男の子に海外しく麦茶を持ってくるわけないですよね。結局何なんです、その2つの麦茶は。これは、その、うん、すっごく喉が渇いちゃって、2杯は飲めるかなーなんて。おねえらしい。それ一気一気。さすがはおねえ、見事な飲みっぷりでした。けいちゃんも拍手拍手。ミオンってシオンには頭上がらないのか。私シオン嫌い、この前からもっと嫌いになった。こんばんは。いよいよ明日がお祭りだね。今日は準備お疲れさん。こんばんは。あら、シオンちゃん、珍しいわね、こっちへ来るなんて。ありゃ、富田家のおじさまに高野さんじゃないですか。こんばんは、ご無沙汰いたしております。君が噂の転校生、前原圭一君だね。今日は張り切って仕事してたね。感心したよ。どこかでお会いしてますよね。覚えててくれて嬉しいね。圭一君とは道で何度かすれ違ってるよ。僕は富田家、東京から来てるフリーのカメラマンさ。じゃあ私はわかるかしら。すみません、覚えがないです。ミオさんだよ。ケイちゃんはまだ風邪とかで診療所のお世話にはなってない。ミオさんは診療所で看護師さんをやってるんだよ。中野よ、よろしくね。治療に来るときは教えてね。
太めの注射針を用意しておくから。そりゃご丁寧にどうも。話には聞いていたけど、知覧性ソーセージってのは初めて見たよ。本当にそっくりなんだな。そっくりなのは外見だけじゃないんですよ。ほら、下着もお揃い。ああ、バカバカ、あんた何すんの。あの二人、昔はもっとそっくりでね、ご両親でもどっちがどっちかわからなくて手を焼いていたそうよ。すごく想像に容易です。ご両親のご苦労がよくわかります。富武のおじさまはまた渡流しの取材が終わったら東京にとんぼ帰りですか。うん、本当はいつまでも滞在していたいんだけどね。しがない大人の都合ってやつさ。お写真が早く素敵な賞を取るといいですね。お祈りしていますね。ありがとう。今度来るときには今日撮った君たちの写真も持ってくるよ。今日は前原君もお疲れ様。慣れない力仕事で疲れたでしょう。まあ疲れたけど結構楽しかったです。若さね、羨ましいわ。おやおや、皆さんこんにちは。大石さん、こんばんは。明日の警備の下見ですか。そんなところです。おや、富武君じゃないですか。ご無沙汰しておりますね。僕の名前を覚えていてくださったとは光栄ですよ。あなたもつくづく雛見沢が好きですな。ここいらへんは東京よりもずっとアパートは安いですよ。いっそ引っ越してくればいいのに。仲のいい不動産屋を紹介しますよ。それは嬉しいですね。その説はぜひお世話になりたいです。ではでは皆さん、良いお年を。その先の双子さんも良いお年を。良いお年を、大石刑事。お仕事よろしくお願いしますね。今年は皆さんの手を煩わせない渡流しにしたいです。こりゃ手厳しい。そうね、今年は警察のお世話にならない綿流しになるといいわね。君も好きだね。あら、次郎さんは嫌い？私、そういう夢のある話好きよ。潤いのない時代だからこそ、そういうのに憧れるの。お社様のたたりか。ちゃん、私お腹空いちゃったからさ。
カ盛りのテントに行って、お菓子でも食べてこない？あ、そうだな。俺もちょっとお腹が減ったかな。行こう行こう。今年は誰が死んで、誰が消えるんでしょうね。シオン、今、なんて言ったんだ？行こうよ、ケイちゃん。つまんない話だよ。お姉はまだケイちゃんに話してないの？私、そういう話は吹き込まない主義なの。おい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 、何の話だよ。知ってるなら教えてくれよ。俺だけのけ者なんて、なんだか気分悪いぞ。じゃあさ、私先に酒盛りのテントに行ってるよ。早く来ないとケイちゃんの分なくなっちゃうからね。まあ、分かってるって。すぐ行くから。もしも聞いてないんだったら話してもいいけど、ひょっとすると聞かないで彼女と一緒にお菓子を食べに行った方が賢明かもしれないよ。ケイちゃんにも聞く権利があると思います。お姉はその権利を奪ってただけです。一体何の話だって言うんですか？あんまりもったいぶられると不愉快ですよ。前原くんはたたりを信じるかしら？たたりですか？面白いとは思いますけど、あんまり信じては。ケイちゃんは間違ってないですよ。たたりなんて迷信もいいとこ。信じなくて当たり前です。そうね。それに、たたりを信じるかどうかは、話を最後まで聞いてからゆっくり考えればいいことなんだから。じゃあ、少し僕が話そうか。圭一君は、雛見沢ダム計画を知ってるかい？確か、雛見沢が丸ごと水没する巨大なダムの計画が発表されたって言うんですよね。その通り。それに反対するために住民運動が結成され、国と激しい戦いを繰り広げたんだ。あれ？ずいぶん詳しいじゃないか。そう、その通りさ。わずか千人ちょいの村人たちが中心になって結束して、国の施策を跳ね返したという、ちょっとした武勇伝なんだ。その辺は、お姉に聞かされてませんか？この辺りの武勇伝は、お姉も好きですからね。ああ。話してたよ。その雛見沢の人たちが結束して旗揚げした、反対同盟の事務所があったのがね、この神社なんだよ。あの集会所がその名残よ。解散後は老人会のサークル活動にしか使われてないけど、当時はまさに最後の砦だったの。
そんな心境だったんだろうね。彼らは雛見沢の守り神様であるお社様を祀る神社に本陣を置くことで必勝を祈願したんだよ。ケイチ君はお社様は知ってるかい？この神社の祀る神様の名前だよ。雛見沢を守ってると伝えられてる。いや、よくは知らないです。そうか。じゃあここから先は高野さんの方が詳しいかな。タッチ。平たく言えばそのままよ。お社様はこの雛見沢に伝わる古い神様で、神聖なこの地が俗世に汚されることがないよう守り続けてきたと伝えられてるわ。お社様崇拝は一種の先民思想の現れではないかと研究されているわね。先民思想って言葉わかるかしら？大昔の雛見沢の人たちは、自分たちは人間とは異なる格の違う存在だと強く信じていてね、下界との交流を汚れとして忌み嫌ったそうなの。だから村に下界の人間が来ると汚れてお社様の罰が当たると強く信じ、何者も近寄らせなかったそうよ。よそ者を嫌う村ってよく推理小説に出てくるだろ。典型的なそういう村だったらしいんだよ。一応名誉のために断りますけど、大昔のことですからね。今は違います。なるほど。だから下界からやってきた汚れたダム計画に立ち向かうために、雛見沢の守り神様の神社に本陣を置いたと。縁担ぎも万端。村人たちは死力を尽くしてダム計画に立ち向かうんだ。その最中なんだよ。事実上あの事件でとどめが入ったと言ってもいい。雛見沢ダムの建設現場の監督がですね、殺されちゃったんです。4年前かな。結構派手に新聞に載ったんですけど、覚えてません？ちょっと知らないな。部下と喧嘩して、鶴橋で滅多打ちにされて、両手両足、首をもいで捨てられたんだそうです。バラバラ殺人だよ。一頃流行ったろ。その翌年にはね、雛見沢の住人でありながらダム推進派のグループを結成していた男がね、旅行先で崖から落ちて死んじゃったの。これは事故だそうよ。何しろ雛見沢中から敵視されていたからね。警察もかなり念入りに他殺の線を洗ったんだけど、結局事故と断定したみたいだよ。さらに翌年、今度はね、この神社の神主さんが原因不明の病で倒れて急死しちゃったの。
前の神主さんは、こう言っちゃ失礼ですけど、ちょっと日和見な人だったんですよね。村中が半ダムで盛り上がってるのに、神主さんは放っておけみたいな感じで。抵抗運動の象徴である神社の神主さんが、そんな感じなんだからね。リーダーシップを期待していた当時の村人たちは失望し、中には怒りを抱く人たちもいたそうよ。だから当時、年寄り連中はみんな言ったんです。これは、お社様のたたりだってね。しかもね、面白いことに、これらの事件や事故は、毎年必ず綿流しのお祭りの晩に起こるんだよ。え？ね？ちょっとたたりっぽくなってきたでしょ？さらに翌年、つまり去年だね。今度は事故死したダム推進派のリーダー格の男の弟夫婦の奥さんが撲殺死体で発見されちゃったんだ。もちろん犯人は捕まったけどね。ね、やっぱりたたりっぽいでしょう。年寄り連中はこの数年の事件ですっかりお社様のたたりを盲信しちゃって、若い人たちだって最初は馬鹿にしてましたけど、今は誰も茶化しませんね。例えば今日のお祭り準備にしてもそうさ。ダムとの戦いで荒れていたとはいえ、何年か前までは綿流しはそんなに盛況していたわけじゃないんだよ。まあそうですね。お社様のたたりの話がなかったら、こんなにお祭りには集まりませんね。不信心者には罰が当たるかもしれない。だからお社様のお祭りには必ず出ようって言ってる人たち多いです。どうかな、圭一君もひょっとしてたたりは本当にあるのではという気になってきたんじゃないかな。まあその、それでもたたりなんかないと思ってます。ですけど信じる人たちの気持ちもわかるつもりです。さすがケイちゃんは冷静に判断できてますね。たたりでもなく偶然のはずもないなら、さてこれらの事件はどういうことになるのかしらね。高野さんはね、人間の仕業かもしれないって言ってるんだよ。だってそうでしょ？たたりでもなく偶然でもないなら、人の意志が働いてるとしか考えられないもの。人間が犯人なら、確かに雛見沢の誰かが犯人なんでしょうね。現に、警察の大石さんはそう見てますから。おいおい。
そんなわけあるのかよ。お社様のたたりはダム計画抵抗運動の暗部じゃないかってささやかれてるんです。ちょっと落ち着いて考えれば、誰が見たって雛見沢の誰かの仕業だってわかることです。ダム工事に反対して得をする人以外動機がないじゃないですか。それはそうだけど。それにね、警察の人は知らないだろうけど、雛見沢の人間にはわかる雛見沢の人間の犯行だという証拠があるんです。ええ？ごめん、でもその証拠って一体。必ず一人が死んでもう一人が消えるからです。消えるって意味がよくわからないな。それは失踪するって意味か。そうです。忽然と跡形もなく。実はね、雛見沢の古い古い伝統の一つにね、お社様の怒りを鎮めるために生贄を捧げたというのがあるの。生贄？ええ、巣巻きにされて底なし沼に生きたままじわじわと時間をかけて沈めたんです。文献を調べた限りでは、三日三晩をかけて本当にゆっくりとじわじわと沈めたそうよ。ほら、昔の人って結構ダジャレが好きでしょ。沈める、沈めるをかけてたんだと思うの。だから時間をかけて沈めるという意味があったんでしょうね。この辺の話は、まあ聞いて想像がつくと思いますけど、雛見沢の秘史です。雛見沢に昔からいる人なら誰でも知ってますが、それを口に出すことはありませんね。高野さんは雛見沢出身じゃないけどね。詳しいだろう。彼女は郷土史とか民間伝承とかが好きでね。全部独学で調べたんだよ。そんなにかっこいいものじゃないのよ。単なる知的好奇心。子供と同じよ。ただの怖いもの見たさ程度なんだから。ちょっと待ってください。ってことは何ですか。事件のたびに消えるという一人は、生贄に捧げられているって言うんですか。本当に生贄にされてるかどうかは別にして、過去の事件では必ず一人が死ぬ他に一人が消えてるんだよ。例えば一番最初のダム現場の監督が殺された事件も、複数犯のうちの最後の一人が未だ逮捕されてないらしいんだ。それは
単にうまく逃げおおせてるだけなんじゃないんですか。別に生贄にされたというのとは違うのでは。まあ僕もそうだとは思うんだけどね。で、次の年のダム推進派のリーダー格の男なんだけど、確か旅行先で崖から落ちて亡くなったんですよね。落ちたのは奥さんも一緒らしいの。警察は懸命に捜索したんだけど、どうしても奥さんの遺体だけ見つけられないんですって。崖下の川は増水してたそうだからね。どこか川下の湖の湖底で土砂にでも埋まってしまったのかもしれないけどね。その翌年の神主の病死の時ははっきりしてます。奥さんが遺書を残したんです。死んでお社様のお怒りを鎮めに参りますってな感じのが、神主さんが亡くなった晩に自宅に残されてたそうですから。まあ真相は闇の中なんだけどね。その奥さんが受水自殺した沼は、さっき高野さんも話した例のでっかい底なし沼ってことになっててね。警察も沼を調べたそうだけど、遺品がいくつか見つかっただけで遺体は発見できなかった。警察は偽装自殺を疑って今でも探してるらしいよ。その翌年には、なんだっけ、ダム推進派の男の弟夫婦の奥さんだっけが殺されたんだよな。消えました。北条さとし君っていう私と同い年の男の子です。殺された主婦の義理の甥にあたります。ざっとこんな感じね。必ず一人が死んで、必ず一人が忽然と消える。じゃあつまり一人目が死ぬのはお社様のたたりで、二人目が失踪するのは村人が生贄に捧げてるからだって言うんですか。ケイちゃん、たたりなんかないです。誰かがお社様のたたりという名で一人目を殺し、誰かがその生贄として二人目をさらってるんです。でもシオン、それじゃあ村の中に犯人がいるってことになるんだぞ。私は初めからそう睨んでます。結構ショックですよ。この昭和の時代にそんな古い因習で人殺しが堂々と行われるなんて。じゃあ皆さんは日南沢の誰かが犯人だと思ってるんですね。じゃあ重ねて質問します。日南沢の誰かが犯人なら犯人は誰なんですか。
私が言ったのは所詮状況証拠ですからね。具体的に犯人の名前を知ってたなら警察に突き出してます。初めに誤解を解いておきたいんだけど、別に私は探偵さんのつもりはないのよ。本音を言うとね、犯人が誰かなんてことには興味ないの。高野さんも困った人だな。私はね、古式ゆかしい残酷な風習やおとぎ話に興味があるだけ、知的好奇心で面白がってるだけなの。だから一連の事件も、犯人は誰かってことよりも、事件の存在自体が、古い因習がまだ根深く残ってることの証拠だって思って面白がってるくらい。私は全然面白くないですけどね。明日はいよいよ綿流しのお祭りですけど、誰にも死んでほしくないし、誰も消えてほしくないです。明日か。明日は一体誰が死んで誰が消えるのかしらね。高野さんもからかいすぎだよ。圭一君がすっかり真に受けてしまったじゃないか。ごめんなさいね。また悪い癖が出ちゃったみたい。高野さんはね、純粋そうな子を見るとからかいたくなる悪い癖があるんだよ。圭一君が真剣に聞いてくれるもんだから、ついつい調子に乗っちゃったみたいなんだ。高野さんが今した話はあくまでもフィクションだからね。もしもさっきの話で圭一君が雛見沢に持ってたいい印象が傷つけられてしまったなら、純粋に申し訳なく思うよ。もう次郎さんたら。高野さんも謝った方がいい。怖がらせてしまってごめんなさいってね。ケイちゃんもそろそろ戻った方がいいです。お姉は嫉妬深いですからね。私は顔を合わせると喧嘩になりそうだから、このまま帰ることにします。そうなのか？じゃあ俺はミオンのとこに戻って待たせたことを謝るかな。迷惑をかけたね、ケイチ君。ミオンちゃんにケイチ君を長く借りすぎて申し訳ないと伝えてくれないかな。あ、はい。伝えても機嫌は直さないと思いますけど、一応。じゃあね、ケイちゃん。明日のお祭り、どこかですれ違えるといいですね。会えるよ。どうせ俺たちのことだ。賑やかにやってるに決まってる。
私の話を真剣に聞いてくれてありがとうね。前原くんがあまりに聞き上手だったんで、話しててとても楽しかったわ。聞き上手なんて、そんな。今日した話、面白かった？まあ、その、興味深かったです。なら、また今度も聞いてくれる？雛見沢の昔話とかおとぎ話にも、興味深いものがたくさんあるの。もちろん、薄気味悪いのがたくさんね。私特選のを、たくさん披露するわよ。ケイチ君、もう行ってもいいんだよ。高野さんがからかっているだけさ。